よし、じゃあ続きやっていきましょう。前回は隠し扉を見つけまして、そこから、落とし穴がある部屋を、見つけたわけなんですけれど、そこの攻略法が、前回、前々回ぐらいに手に入れたメモ帳の記されている通りに行けば宝箱にたどり着けると思うんだよね。なのでそちらでちょっとやってみたいと思います。宝箱がある方向。これ、どうなんだろう ?45 度傾けてやるのかな?でも通常の状態でもいけそうな気がするけど、そうすると右側に通路があるはずなんだよね。隠し通路があるとか?あれさ、ちょっとやってみる。2歩行って、1歩行った後、これ2歩でいいのかな?左と下にある点が多分何マスかっていうのを示してると思うんだよね。だから2マス行って、これで2マス、2マス、2マス、あれ?これいける ?2 マス、これ右行けばいいの?あ、いけたいけた!で、何か破れたメモ A だって。何これ?破かれているメモ。お?どっかに貼り付けるんだろうね、これ。さっきの雑な地図に貼り付けるとかできないかな?コマンドで。できないか。じゃあどっかに貼り付けると。あれ、かな?お!え?なんで落ちたの?ここどこ?何これ?おぉ!文字を入力すると。なんか文字ってあったっけ?メモ帳。5イコール4のやつしか今のところね、ないもんね。とりあえず適当に入力してみればいいかな。当たるかもしんないし。どうだろう。これでできない?よ、ダメか。ま、ここは後で行こうよか。え、ここどこだろう?何だろう?あ!あ!ちょっと、マジかよ。やらないよ。なんで酒盛りしてんだよ、お前は。お酒飲んでる最中だったんですか?一人飲むの嫌だからって。え、なにこれ?トマトイコール SJC。メモっとこうか。トマト、イコール、米ってなんだこの右下の米。SJS。汚すぎだろ、文字が。時計。これは、2時50分、2時55分を表してるのかな。3と11の部分に合わさっていると。これが、SE。ああ、なるほどね、うん。入れ替えるとかじゃないよね。なんだろ、米。S、穴じゃねえよ。アスタリスク、E。で、米、いちご。いちごとトマトは違うんだよね。で、バツ。なんだこれ。全然わかんねえ。あ、もうめっちゃ待っててくれた。隣で待っててくれた。ありがとう。え、これ取った方がいいのかな?でも取れないよな。巻いてから戻った方がいいか。気持ちがいきます。もう負けるでしょ。オッケーオッケー。ここどこ?場所的にどこなんだろう。絶対酒盛りしてたんだよね、これ。うん。お酒飲むんだ、あの人も。多分入れる場所が違うんだろうな。これは?あ、破れた前も B だって。これ合わせるのかな?ああ、合わせるんだろうね。はい、組み合わせます。そうすると?よっ。J4R。あー、なんかたくさんあるな。これ、大悟呼ばないとダメなんじゃない?大悟に解いてもらわないときついものがあるんだけど。なんだろうな。とりあえず戻ります。こっちがどこに繋がってんの?あー、ここに繋がってて。鍵を外して。あー、ここに来るわけね。なるほど。じゃ、セーブしとこうぜ。まだ宝箱とかも取れるからね。そっちの側の謎を解いてからにしましょう。ちょ、下の宝箱。これをやりましょうか。これ多分こっち側で、一歩かな?一歩で、下、一歩下、で、1、2、左まで行っちゃっていいのかな?で、1、2、3、4、5。で、1、2、3、4、5。ん?あれも宝箱の位置が違う。あれ?で、1、2、2個だから、ここでいいのかな?で、上。で、これで2個。で、ちょんちょんちょん。いけた !OK! 押す型のピースってどんな感じなんだろう。画像で見せてほしいな。なになになに?あ、男の象徴を表したピースだって。そのまんまじゃん。これを、あそこの中央のところ、安倍さんに襲われた星型のピースと当てはめればいいんじゃない?星と押す型を合わせると何になるの?何になるの?とりあえずやってみようか。はめてみます。何かをはめ込めるようになってる。押す型をはめ込んでいいの?はめた。あれ、まだ?星型のピースをはめた。ああ、なんか、はめ込まれてる。2個はめられてるのね。あと1つぐらいはめんのかな?じゃあ、はめるところたくさんありそうだけどね。とりあえずこっち戻るか。じゃあ他に行けそうなところ。右の階段か。階段でもこれ強制で出てくんじゃないかな?大丈夫かな?巻ける?ちょっと巻いてみるか。こっち側は?下は行けないと。あ、これどんどん地下に潜ってる。うっと!これ逃げれば、行けるんじゃないか。巻いて、そのまま、あ、こっちで、巻いてこっちが行っちゃえばいいんじゃない?そのまま。
でそのまま上行っちゃう。そうすれば巻きながら上に行ける。どこまで上に上がるんだ。そこ入れたな。やばいぞこれ。そろそろ捕まるんじゃないか。こっちが入れる。入れない。こっち側はよっ。あー、行けた行けた。なんだこれ、椅子があって机、この部屋なんもない感じ。4人家族だったってことを示唆してるのかな。ここ入れるか。怖いな怖いな。ほっ。あー、ダメか。解けそうな謎言ったらやっぱここか。でも6文字でしょ。6文字、文字に関係するやつと言ったらこれか。 J4R。 でも3文字だからな。もう3文字見つけてこなきゃいけないような気がするんだけど。ヒント、文字のヒントと言ったらここだけだよね。トマト、イチゴではないよってことか。なるほど、この絵はイチゴではなくてトマトを表している。時計 S、 あー S が塔を表していると。だからこのアスタリスクは何かっていうことなのかな。 E が時計、 E、 これ携帯のさ、キーボードかな。キーボードのこっち日本語書いてねえや。こっちのキーボード、これ S の位置が、あ、やっぱそうだね、トになってる。で J の S がマ、トーマ、合ってる合ってる、トーマーと、でアスタリスがケ、そういうことかな。時計トマトでっていう、トマト時計って入力すればいいの、6文字だから。さっきの J4R はそうするとマー、マウス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 って入力すればいいのかな。でも3文字だけだからな。3文字でも入力できるか、ちょっとやってみる。マウス、マウスがヒントになってる。マウスを使うってことかな、もしかしたら。あそこの場面でキーボード入力じゃなくてマウス入力すると何か起こりぬとかありそうじゃない。ここでマウス入力してみるとか。ダメか、普通にマウスって言ってみる。マウ、多分あと3文字必要になってくると思うんだけどな。開いたわ、携帯電話。普通に開いたわ。どこでもセール来たこれ。なんでこんな時に来るんだよこんなものが。はい、説明聞きます。所持してる場合はどこでもセール。やっとだよ、もう今までが大変だったんだよな。文明の利器だわ。よかった。携帯電話はメニュー画面を開く時だけセーブが可能です。またセーブする場所を考えないとゲームが進行できなくなる場合があります。なるほど、これは便利だ。やっとどこでもセーブが可能になって、今までさ、もう戻らなきゃいけなかったからめっちゃ大変だったんだよね。よかったわー。でもこれ物語には関係ないってこと？じゃあこっちじゃないってことか。他にどっか行けそうなところ。あー、そっか、これもあるのか。これ何なんだろうな。目の部分が3の反対になってるから、数字の3とか、33。暗証番号で開けるところはあったよね。そのヒントになってか、6っぽい数字もあるし、三角。なんかこれ外せたりしない？ドライバーで額縁をさ、外したりとか。お！え、なになに？なにこれ？ 6724、ネジで固定した。これで暗証番号になってるってこと？ 6724。こんな板俺どこで手に入れたんだ？ドライバーが壊れただって。だからドライバー脆すぎだろ。なんでそんな、ネジは無事なのに、ネジ穴は無事なのにドライバーが壊れてどういうこと。とりあえずこれで暗証番号分かったと。6724入力すればいいのね。じゃあちょっと戻ります。あんな風に都合よく穴が開いてるって。あの板か、板が都合よくちょうど穴が開いてたってことか。チーズっぽくね。多分これでこの階段登った先の左側の部屋だっけ、上だっけ、左側だよね確か。左側の部屋のちっちゃい箱、これの暗証番号が上がるんじゃない。6で724、きた。これハート型のピース、これでピース3つ目だよ。何個集めればいいんだろう。ハート型、オス型をはめた、ハート型はめた、で星型はめた、すべての穴にピースをはめ込んだ。もうが、ちょっと塞がっちゃって大丈夫。廊下の鍵、鍵手に、廊下ってどこの廊下だろう。下の方かな。これは巻きたいな、ここで。ここで巻きます、頑張って。こっち側は？これが廊下になるのかな？どうだろう？よっ。あ、いた！で、どっかに行くと、セーブしよう。どこでもセーブ。OK。さあ、行きますよ。あ、宝箱。
ここでも暗証番号6724じゃないの。さっきのやつと同じってわけはないもんね。とりあえず入力してみる。6724ダメか。他にうっそだろお前。ちょっと待ってよもう。なんでこんなとこに部屋があるんだよ。わかんなかったわ。普通に通路なんか。あ、来た !6948 だって。これが暗証番号ってこと ?6948。そんな安直でいいのかな。怖いな。これは同じ。どこ調べてんのこれ。魚調べてもメモが出てくる。ということこれはなんかの扉か。怖いな。6948。安直でいいのかな。このまま入力するよ、俺。6948。絶対俺、通路だってわかんないじゃん、こんなの。6948。6948。開かねえじゃねえかよ。違うの？これかな？ 4 と5が逆。4イコール5。だから、6958とか。それも入力してみるか。BGM 変わんないんだけど。バグったの？あれ？どういうこと？出てきてないのに安倍織の BGM だったけれど。4イコール5だから、6958になるってことかな？ちょっとそれも入力してみようか。間違えると多分出てくんだよね、あいつ。やだな。でも逃げられないことはないから、頑張りましょう。6958。ダメか。ひっくり返すのかな？6、9、4。あ、また来ても、お前しつこいんだよ。さ、6とか9とか数字がさ、使われてる時って大抵反対にするとさ、同じ数字になるじゃん。8もそうだけど。それしか使われてないってことは、これをひっくり返すと、8H69 になるわけでしょ。で、さっきの5イコール4も反対にすると、H イコール、なんだこれ。5になるわけだね、5。5のままになるわけか。だから、8569とか、これも入力してみるか。いろいろなパターンを試さないとね。8569。5とか8っていうのはひっくり返してもそのままだし、6と9っていうのは反対にすると、入れ替わるからね。だから、8、5、で、6、9。来たこれ！階段の鍵。階段だから、一番上かな？外の非常階段から一番上まで行くのかな？行けるかな？怖いな。ほっ！おいけ！ナイスー！なにこれ？電気椅子とかじゃないよね？処刑台とかじゃないよね？怖すぎなんだけど。あ、座った。おお！エレベーター？うぅ！よう、よくここまで来れたな。誰？それはこっちの質問だ。人の館にホイホイと入っていきやがって。すいません、ホイホイ来ちゃって。チャーハンしちゃった。だが、ここまで逃げ切った奴は珍しい。今からお前たちがどうするのかを見てみたい。これ、安倍さんじゃないの？質問を誤解する。質問の答えによってこれからどうするのか、俺が決める。ちょっと待ってよ、誤解って。今までの奴を思い出せってこと？おい、道屋だっけ？まあ、無事なのか？それを今から決めるんだ。お前の答えで全てが決まる。マジかよ、ちょっと強制バッドエンドとかあるんじゃないの？怖い怖い怖い。興奮するだろ。ある意味興奮するわ。ドキドキする。それじゃあ行くぞ。はい。第1問。わあ、もういきなりミリオネア始まったよ。出された仕事はどんな内容でもやり遂げる。どんな内容？難しかったらやめるってことはないけど、もちろんとも言えないけど、どんな内容だってそれで、ね、変な内容だったら嫌だしな。いやーでも、これは好感度上げといた方がいいから、もちろん！オフコース。なるほど。まだまだ分からんけどな。どういうこと？第2問。崖から落ちそうな友人を助けるか。落ちそうな友人を助からないよって見捨てるのはナンセンスだよな。助けられるなら助けるよ、もちろん。ほうほう、面白いな。よし、次行くぞ。第3問。友達と言える人はいる。そうだね、私一応ぼっちなんですけれど、一応いるっちゃいるのかな。はい。向こうはどう思ってるか分かんないけど。超卑屈。います。はい。では4問目だ。はい。第4問。俺は何でもやればできると思っちゃってる？
いやーどうだろうな、それはないと思うけど、私器用貧乏なんで、何でもそつなくこなしちゃう人間なんで、やろうと思えばできるんじゃないですかね。うん。最後の質問だ。はい。第5問。助けたいに決まってんじゃん。もう無理かわかんないじゃん。一目姿を見ないと助かってるか、助けられるか助けられないかわかんないから、もちろん助けたい。なるほど。お前は面白い男だな。ありがとうございます。それじゃあ奥の部屋に行くんだな。そこで全てが決まる。奥の部屋？右側じゃダメなの？右側？あ、行けるんじゃん。あ、さっきの部屋と同じなの？扉が現れたってことか。てっきり椅子が昇降してさ、別の階に移動したかと思ったけど。違うんだね。お、なにこれ？牢屋の鍵。あー、あそこの牢屋か。あそこが開けられると。で、そこに閉じ込められてるってこと？ちょっとエロ同人みたいなことされてたんじゃないの？道や。ねえ。もうズタボロにされてそうだけど。とりあえず助けに行こうか。ここか。ああ、ドキドキする。行きます。鍵を外した。さあ、どうなる？え？動かない。ああ！あ、お前そんな顔ぐらいじゃねえよ。そんなドットだったっけ？おい、生きてたか！道や。無事でよかった。他のみんなは？それが。合流する約束はしていたんだが、おられてしまって。そうか。俺たちだけでも脱出しよう。さあ、早く鍵を見つけて、脱出しよう！あ、どこに鍵があるの？セーブ、あ、します、します。じゃあ、こっち側で。第3章、まだ第4章続くんだ。うわ、なんだこれ。青鬼っぽくなってんじゃん。なにこの壁。プニプニして気持ちよさそうだけど、こっちが行けなくなってる。入らなきゃいけないの？うわ、なに？いろんな世界が混じり合ってるよ。どっちから行けばいいんだろう。でも色的にこっちかな。この色が正しい方向を示してんじゃない？右が行けない。ちょっと壁の色のバランス悪すぎだろ。センスがなさすぎるよ。右か左か。左行けんのかな。ちょっと右から行ってみようか。クラピカリロよ。怖え、怖え。壁の色が統一感が出てきた。よかった。あんなぐちゃぐちゃじゃなくて。まだいいよね。穴があるよ。穴たくさんだけど。落ちたらまずいやつなんじゃないか。とりあえず右へ行こうぜ。右肩上がりになるように。いけない、マジか。あ、いけた、いけた。ロードが長かっただけだ。え？何？安倍さんもたくさんいるし、これ話しかけられんの？話しかけらんないわ。ディズニーの世界に迷い込んだかと思ったのに。かかしも、うわ、いるよ。ピアノ弾いてらっしゃる。これ話しかけられるの？でも襲ってくる気配はないよね。安倍ソング1、安倍ソング2だって。めっちゃ混沌とした世界になってんじゃねえかよ。なにこの BGM の遅さ。テンポ変えないでよ。面白くなってんじゃん。やべえ、ピアノの方が良かったわ。ああ、ベッドでホイホイしてる。これ話しかけられんの？ダメだ、ホイホイできない。ああ、言ってるけど。やばいぞ、これ。混沌としすぎて。なにこのカオスな世界。穴がある。穴掘れるの？穴を調べた。あ、え？あれ？なんか貞子が出てきたんだけど、あれこれ安倍鬼のゲームじゃなかったっけ。なんでリングのせい、なんでいきなり戦い出してんだよ。ホリホリって何？戦う、特殊攻撃はない。防御してもしょうがないし、アイテムは使えない。普通に攻撃すればいいの？貞子に攻撃、みちゃんも特殊攻撃ない。攻撃強い形。なんなの、どういうことなの。なんだよこれ。左側行ってみる。今度全部同じ道なのかな。全て同じ道に繋がってるとかないかな。左は、あ、やっぱ違う、全然違うんだ。なんで貞子が出てきたの。ちょっと世界観違すぎるんだけど。上行くか。今度は左側を詰めていく。何俺、何が行われてるの一体。この世界で一体何、混沌とした世界。やっぱ繋がってるのかな、最終的には。あ、繋がってるっぽいね。結局ここに出るのか。安倍ソングのままにするよりもこっちの方がいいもんね。穴を調べてはいけないと。それとも戦うのかな。もしかして2人だけじゃクリアできないとかない。全員生き残ってないと、もしかしたらあいつ倒せないとかありそうじゃない。普通に戦ってたらワンパンでやられてしまうわけだからね。あ、いける。何、外側、これ入っちゃっていいの。でもあっちが行けなかったからこっち側しか行けそうにないけど。行けんのこっち側。あ、行けるのか。普通に通れるのね。で、下側は、くぅ、火山があるよ。どういうこと？フッチさんじゃなくて。どんな世界なのこれ。話しかけると、あーあーあー言うんだよね。あ、雪だるまもある。季節がめちゃくちゃ、何を表してるんだろう。あ、なんかある。これ通れる？あ、通れる。玄関の鍵。あ、どいてくれた。ありがとう。ああ言ってる。捕まるやつは捕まらないやつがいる。外側の世界のやつはダメだってことか。
なるほどね。下行きます。ほあ、秒針の音。おお、何何何が行われてるの。え、教会なんで私が読んでるのこれ。健やかなる時もみたいな感じでセーブしといた方がいいのかな。セーブしとこう。怖い怖い怖い。あ、え、ここに出るの。これで、じゃあ、玄関の鍵手に入れたから、そのまま脱出すればいいってこと？いけんのかな？クリア？もしかして。え？嘘だろ？もう動けない動けない。ん？もういいのか。意外に早いんだ。早くないです。キャーめしゃべったーそっか、お前初めて見るのか。バカやってないで、さっさと逃げるぞ。逃げられるのこれ。あ、BGM がすごい。ちょ、近すぎだろ、お前。マジか、どう逃げればいいのこれ。負けばいいんでしょ、負けば。これで一回クルリンパして、そのまま玄関逃げられるんじゃないか。BGM がちっちゃくなったからすごい気になる。なんでちっちゃくなったんだろう。怖い怖い怖い。実況してくれてるのかな。よし、そういうシュールな場面じゃねえんだぞってこと。逃げれば逃げれば勝ち、逃げれば勝ち。怖い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 。近いんだよお前さっきから。ああ、ウロリカちゃん、ウロリカちゃんもう寝つきには、戦われてない言えない、言えない。危ねえ。うわ、これでクリア。逃げられた。早い早い、バカ。あ、俺とミチヤは館から逃げ出し町まで走った。幽霊はもう追ってきてはいなかった。こう、タクヤとルリカはどうなってしまったのだろうか。俺たちは公園のベンチ、ダメだって、そこ一番座っちゃいけないところだって。考えるのをやめた。なんでもうちょっと離れてれば。エンディングだ。これ最後掘られちゃったんじゃないの。なるほどね。はい、というわけでアベオに見事クリアすることができました。ありがとうございます。いや、普通の青鬼より全然怖かった。襲われる対象物がね、怖すぎたね。ただ殺されるよりも無残な死に方をするわけですからね、社会的に。はい、こちらのゲームですね、一応エンディングがいくつか分かれてるらしくて、全員救出エンドもあるらしいんですよ。今回ミチアと2人だけでの救出となってしまったんですけれど、多分全員4人で生き返られると思うんだよね。なのでそちらの方もエンディングもちょっと見てみたいと思います。一応セーブファイル分けて、ウルリカちゃんたちが死ぬ直前の、セーブ取ってあるんで、そっからなんとかね、あの2人を死なせない方法を見つけて進んでみたいと思います。はい、一応ね、2人のエンディングを回収ということで見事クリアできました。ありがとうございます。いやー、安倍さんがね、本当に恐怖だったわ。出てくるタイミングがね、すごいいいの。おー、このタイミングで出てくるかみたいな感じで、俺の心臓のね、ダメージが凄まじかった。いい具合に心臓とケツがガバガバになりましたけれど、いやー面白かったわ。謎解きもね、結構なんか見たことないような謎解きばっかりで、考えさせられるようなところが結構あったんで、それも楽しめましたね。いやー面白かったわ。ウルリカちゃんがどうやって助けるんだろうな。あの二人に合流する前に左側の扉が開くのかね。ちょっと調べてないんで、そこも調べて確かめてみたいと思います。いや面白かったなあの貞子は一体何だったんだろうね。調べちゃいけないの、やっぱ穴は調べちゃいけないんだね、うん、穴には興味は出てしまいますけれど、穴っていうのはやっぱり秘密の花園なんで、そう簡単に調べられるものでもないんでね。はい、やっぱり乙女の恥じらいを見せるつもりは良くないんでしょう。お、救出をアンロックだって。成績評価、はい、あなたのプレイ記録とその評価をお願いします。基本成績、プレイ時間1時間44分16秒、セーブ回数44回、個数13,353、どうなの。ぜひ評価、各評価成績の評価をポイント化します、お願いします、うん、2時間以内治療だっちゃう。わー、治療だ。早くはないんだね、よかった。セーブ回数40回、こまめに、しっかりとセーブをして、ありがとうございます。治療アンロックだろ、やだろ。お、探検家たくさん探索者だって、コマ目をアンロック、獲得したポイントの評価を行います、お願いします。20ポイント、そうなの、ノンケ。わー、ノンケだった俺、やったか。でもノンケでもホイホイ構わず食われちゃうからね、安心はできないわ。クリア出た、あ、保存します。じゃあ一番上に保存しとこうかな。はい、図書室の本に笑いたいを入れる。図書室の本、なんだろう、メモっとこうか。図書室の本に笑いたい、なんか笑いたいって笑えるものが出てくるのかな、楽しみだね。お、引き続きプレイとかあるんだ。え、どういうこと。主人公変わったんだけど、え、何が始まるんだこれ。
主人公が阿部さんだ。難易度クソミソ何クソミソモードが追加されてんだけど、何これ。極限のスリルを味わいたい方向けだって。黒電話アイテム消費後にセーブ可能。あ、じゃあこれでいいです。音量調整いいです。これなんか主人公が変わるとかあんのかな。まあこれはおまけパートでやろうかなね。うん、今回はこれでいいや。というわけで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。次回全員救出エンドを目指して頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。バイバイ。